日本共産党の高橋千鶴子です。8人は三沢の患者かと、これは資料の丸1に示した地元紙東日報の10月26日付の記事であります。24日に大臣が党委員会で報告されました。新たに実名が確認できたことを明らかにした8人の患者はいずれも女性で、1986年から87年に三沢市の産科医院で起きた集団感染の被害者とみられることが25日分かったと報道されております。当時の2枚目に当時の記事をつけておきました。87年4月18日、血液製剤投与後に急性肝炎、止血用散布8人が連続、まさにこのことなのかと。先ほど来、今日発端が三沢であったということが繰り返し質疑の中でお話になられております。この三沢の集団感染こそが418名のリストにもつながり、その後の一連の薬害肝炎問題の発端であったということで、改めて衝撃を受けました。まさしくこの8名こそが、大臣のおっしゃった24日におっしゃった方と同じであるということでよろしいですね。舛添厚生大臣。リストの中にきちんと載っている、そして、この方々、これはもうすでに先ほど申し上げましたように、お医者さんが B 型肝炎の専門家でしたから、きちんと対応して、それで警告を厚生労働省に、与えたと。その手紙が資料にも先ほどついてましたけど、その通りでございます。はい、高橋千鶴子さん。はい、このことは実は担当課の方からは公表されてないということでありましたので、今の答弁で確認をさせていただきました。これは3枚目の資料をつけておいてありますけれども、先ほど来話題になっている平成14年8月29日2002年ですね、フィブリノゲン製剤による C 型肝炎ウイルス感染に関する調査報告書が発表されて、さまざまな資料が添付されておりますが、その中にあった青森県の集団感染に関する資料でございます。で、先ほど大臣が紹介をしていただいた医師が宛てた副作用報告書の表書きであります。で、今日はその表書きだけをつけさせていただきましたけれども、8名分の公表も私の手元にございます。で、同時にこの医師は、ロット番号と発注した本数や発症日なども詳細に書いた記録も添付をされております。で、この私の手元にある公表はマスキングがされておりますけれども、当然、厚労省の医薬品副作用情報室宛ての文書でございますので、マスキングのない原本が87年4月当時から厚労省にあったということを確認させてください。舛添厚生労働大臣。私自身先般の調査でまず8冊のファイルを出した、それで足りないんじゃないかと。そして今委員がおっしゃったものを見ました。そしてマスキングしていないところに実名が8名ありました。私がこの目で確認しました。したがってこれは厚生労働省にその時からあった、間違いないと思います。はい、高橋千鶴子さん。はい、私は当初ね、最初は実名2名から始まって8名ということが後で紹介されたんですけれども、こういう一塊で一つの事例としてね、連続して報告された中にあったんだということ、しかもこれが発端の事例があったんだということを改めて考えるときに、この時の対応がどうだったのかということを本当に、ね、検証すること自体が本当に重要であろうというふうに思われるわけです。そこで医師の手紙を一部紹介をしたいと思うんですけれども、このように書いてあります。昭和61年9月以降、フィブリノゲンを脳源ですね、当時ね、投与した8例の前例が肺炎、肝炎になりましたとあり、2例目が発症した時点でフィブリノゲンが発症原因とみて緑十字に対し肝炎発症の報告をいたしました。つまりもう2例目で報告をされているんですね。9月25日に発症しているということを確認をしています。で、その後を読んでいただければ分かりますが、しかも
患者及び家族から医療事故との苦情があったのに対し、緑十字は輸血もしていることであり、フビリノーゲンは肝炎の危険性はあり得ると使用説明書にも書いてあり、お気の毒にもたまたま肝炎が続発しただけとの見解でありますとも書かれ、会社側の対応がいかに不誠実だったかが伺えます。この時点でもっと早く対処がされていたらと憤りを禁じ得ません。医師は続けて、血液製剤である以上、これは2枚目、次をめくっていただければと思うんですが、最後のところに書いてあります。肝炎の発症はある程度覚悟しておりますが、8例中8人が発症、すなわち 100% は効率と考え、他の医療機関においても多発するものと思われるので、うんうんとあります。この医師の思いが本当に生かされたのでしょうか。大臣。舛添厚生労働大臣。今委員がおっしゃったように、私もこの時にもう少し、8例連続ですから、しかも B 型肝炎の専門の先生がおっしゃってるわけですから、きちんと対応していればね、相当防げたというふうに思って大変残念でなりません。高橋千鶴子さん。はい、本当に今大臣がお認めになった通りだと思います。この経験を何としても生かしていただきたいと思うんですね。この4月15日以降、15日というのは医師の手紙ですけれど、の旧厚生省の対応については、2002年の調査報告書によれば、翌日には今後の方針について、旧緑十字に説明を求めたとされております。ところが、その当時の記述が大変曖昧で、会社の説明や厚生省の指示が不明だと書いてるんですね。その上で、非加熱製剤の自主回収や加熱製剤に関して指示が行われたことが推測されるにとどまっているんですね。ところがです、本当にそうだったのかなということは、もう一度先ほど の87年の記事に戻っていただきたいんですけれども、最後のところに、牧野俊孝厚生省薬務局医薬品副作用情報室長の話が紹介されております。製品を回収するとの連絡を受けたが、それは企業の判断という形で、厚生省の責任については一切触れておりません。当時の厚生省の対応について推測でしか分かっていないことと合わせて、責任は重大だと思っております。私は大臣にお願いをします。原点をしっかりと調査をしてほしいということです。私が昨年お会いした原告は、まさにこの4月18日の報道があって、もう集団感染が分かっていた後に投与された方なんです。匿名の原告です。職場にも感染を告げていない、現在も働いていらっしゃいます。その方が、その記事があったにもかかわらず、同じものをあなたに投与したと、医師から告げられたということなんです。しかももうその時にね、その人がどんなことができたかというんです。そして母子感染はしないからと言われて出産をしましたけれども、結局娘さんに感染しました。自分は間に合わなくても娘だけでも救ってほしいと、そう訴えられたことが私は忘れられません。そうしたことも全部踏まえていただきたい。一括和解、あるいは今日は全面的解決という表現を使われておりますけれども、原告全員を救済する決意であるのか、争われている第九因子も含めて救済をする意思があるのか確認をさせていただきたい。そして今後、薬害の被害者たちが命を削って戦わなければ解決しない、そういう事態をもうなくすという大臣の決意を伺います。舛添大臣。第九因子クリスマシンも含めて全面的に解決したい。そして二度とこういうことを繰り返してならない、その覚悟で全力を挙げます。委員長。高橋さん。ありがとうございます。今の決意が本当に実行されることを、今日たくさんの方が聞いておりますので、必ず実現することを期待して、私の質問を終わります。ありがとうございました。